ペコパのショーフィンチタヒューです。どうもありがとう。そしてこちらがどうも、価値観パーラービズオープニングスタッフのシュウペイでございます。よろしくお願いします。いや、緊張感は真面目な性格の証です。シュウペイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとう。そうですね、本日はちょっとこうスタッフなので、なるほど、ちょっと真面目にちょっとやらせていただきたいので、本当至らぬ点とかあると思いますが、皆様どうぞよろしくお願いします。いや、こんなシュウペイが見れるのは今日だけです。珍しいですね、はい、だいぶ緊張していらっしゃいますけども、しっかりスタッフを務めさせていただきますので、はい、頑張ってください。皆さんよろしくお願いします。じゃあそんな真面目モードのシュウペイさんに、松陰寺さんからアドバイスをお願いします。お願いします。いいか、深呼吸が大事だ。はい、吸って、はい吸って、はい吸って、はい吸って、吐いて、いや死んじゃった。大丈夫ですか。吸いすぎですよ。緊張してるんですから。深呼吸も忘れずに、はい、今のでだいぶほどけたんじゃないかなと思っております。さすが相方でございます。先日 の M1 グランプリでは、はい、優勝したウエストランドさんが毒舌、はい、漫才で優勝されましたけど、はい、なんか価値観が合わないなみたいなところとかあって、はい、ウエストランドめちゃめちゃ仲いいんで、はい、もう昔から仲いいんでね。よく知ってる仲だし、はい、でああいうネタも僕も昔から当然好きで、はいはい、だからそこは価値観がどうだっていうベクトルよりは、もういろんな漫才があるんだよっていう、多様性をみんながそうです、ね、認めてくれたんじゃないかなっていう、はい、だからそれぞれのコンビの色を表してくれたっていう意味では、はい、なんかお笑い界もまた盛り上がるんじゃないかなと思います、ね、すごくネタも見て面白かったですし、うん、そうですね、すごいですよね、はい、面白かったです、うん、はい、あ、こちらどうですか。こちら、お芝居いりませんからすいません、ちょっとオープニングスタッフなのであー、そうですか、はい、なかなかちょっと慣れずに、はい、わ、出てきた。すいません、申し訳ございません。え、はい、じゃあこちらすいません、はい、失礼いたします。あ、ちゃんとね、これね、はい、おお、お待たせいたしました。はい、こちらいちごパフェの、はい、トッピングで、チョコクランチのトッピングでございます。はい、ということでシュウペイさんのスタッフ役もお疲れ様でした。いやいやいや、もう詰めさせて、はい、ちょっと緊張しちゃいましたね、久々に本当やっぱアルバイト経験はあるものの、はい、いざサロン巻いてみるとちょっとこう引き締まるというか、はい、ただやっぱりこのトレイを持ってる安定感はやっぱり長年やってただけあったね。そうですね、あれはね、うん、初心者の人だとちょっとこうなりがちなんですけど、はい、うん、やっぱ僕ぐらいのキャリアになってくるとちょっと脇締めるんですよ、はい、なるほど。そうするとこの安定感が、ね、うん、こういけるんですよ。いや、トレイの話誰が聞きたいんだよ今日あの店員さんの極意とかではなくて、すいません、熱くなってしまうと、はい、ちょっと話がちょっと逸れてしまって、失礼でした。ここだけは譲れないですか。なんだろうな、抱きしめた時に顔ここに来てくれる価値観ですかね。こうやっぱこっちよりこっちの方がいいんですよね。こう、あ、グッと行った時に右か左かっていうことですか。そうですね、はい、理解できるよって方いますか。それ独特な価値観かもしれないですね。やっぱり独特な言い方なのでね、僕もここに女性のこの顔をポジショニングしたいし、はい、女性側も僕のこっち側に行きたいっていう、はい、あ、まあ、カメラにお尻向けないでくださいすいませんね、僕らもテレビとかね、いろいろこういう仕事始めて3年ぐらい経つんでね、お尻は向けないでください。ハギングの価値観ですね。じゃあそれ、あの、もし女の子がグッて来た時に左側に来たらちょっと違うなって思うってことですか。ちょっと違うなって思っちゃうんですけど、そこはやっぱ僕も価値観合わせに行きたいんでこう行きます、ね、あ、なるほど、松陰寺さんが、はい、こう反らしていくんだ。そうそう、こっちに、あ、こっちに来たと思ったら、うん、このままね、ハグしちゃうとこっちになっちゃうんで、こういきます、ね、おちょっとこそりながら、すごい、はい、でもその価値観に合ったのが今の奥様っていうことですよ ね、はい、どうですかシュウペイさん。いや、思いやりじゃないですか、はい、お互いこういう仕事をしてたりとかしたら、うん、まあ本当僕もまだお相手、うん、結婚相手とかいないんですけど、はい、やっぱそういう理解があるとか、はい、やっぱそういうところが、まあ、譲れないというか、うんうん、思いやり、思いやりとかですかね。ずるいな、なんか自分だけ綺麗にまとまりましたね。めちゃくちゃいいように言って、俺はハギングのポジショニングの話してんだよ今すいません、ちょっと寛大なんで何言われても受け入れちゃうので。受け入れちゃうのか、すいません、はい、お二人はその価値観ということで言うと、うん、相方の価値観、うんうん、ここが合うなとかここがいいなと思うポイントっていうのはありますか。お、あの、やっぱり例えば、うん、その若手の時とかネタ見せってあるんですよ、うん、で二人でネタ作って作家さんに見せるんですけど、結構ボロカス言われるんですよ、ネタに関して。でも終わって二人きりになった時に、いや、ここは俺たちこれ面白いって思ったからこのままでいいよなっつって、作家さんの意見に左右されず曲げなかったのはやっぱり価値観が合ってるのかなっていうの思いますけどね、お笑いに関しても。シュウペイさん、なんか松陰寺さんの価値観に関してここ合うなって思うポイントってありますか。そうですね、なんかそういう意味ではこう自分の好きなことだったりっていうのがまず仕事になった時とか、まあ、松陰寺さんは分からないけどそれになんか賛同してくれて僕の価値観を共有してくれるとか、なんかそういうバランスを取ってくれるとことかですかね、
それも多分価値観がお互いのことを分かってないとできないことだったりとかするので、なのでなんかこううまく成り立ってんのかなと思いますね。価値観が、ね、合わないと多分14年も一緒に多分できてないと思うんで合わないのはメイク時間だけですね、はい、メイク時間シュウペイさん基本30分以上かかるんですけど、はい、僕こんなんですけど5分で終わるんですよ。逆かと思いました。そうです、僕の方が短いんですけど。そうなんですか、はい、なんでそんなにメイク時間かかるのかなっていうその価値観はちょっと合わないけどね。ちょっと合わない、はい